彩り鮮やか。はい、やってまいりました。河原職人のヒーローにインタビューの時間です。この番組は様々な分野の方をゲストにお迎えし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活の役員に生かしてもらえば幸いです。また僕らの本職は、屋根の職人ですので、番組中多々舌を噛むことがありますが、いつも現場目線で役立つ情報を発信していきますので、最後までお付き合いください。過去の、放送も YouTube で見れます。シュレホームで検索してみてください。この番組は屋根のことならシュレホームの株式会社シュレホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは、西島がお送りいたします。はい、沖縄も梅雨に入りましたけども、今年は空梅雨ですね。はい、皆さんめちゃめちゃ暑い中大変ですけども、本日は東京の方に収録に来ております。CM の後ですね、また今日も素敵なゲストさん紹介していきますので、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ほか軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは、小さな命を守るために早産ゼロを目指します。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816、 897-4816。 優しい塗装と書いて U 塗装工業。見積もり無料でやってます。はい、やってまいりました。河原職人のヒーローにインタビューの時間です。それでは早速ゲストさん紹介していきます。株式会社ソーテック社編集部長である、福田清夫さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、福田さんとは一昨日初めて、一昨日やって急遽出てる次第で、2日後に再会という。そうですね、はい、で本業の方の話は一切聞いてないっていう形なんですけども、はい、ちょっと、まあ、番組の方向けにですね、はい、福田さんがやられてる事業をちょっと軽く話していただければと思います。はい、基本的には出版社ですので、はい、普通にですね、ビジネス書からパソコン書、健康書籍、はい、まあ、いわゆる実務書と言われるもの全般を扱っている出版社です。はい、ね、そこで僕は編集を担当して、本を、まあ、僕が作るという本を編むというんですけども、みんなでそのカバーデザインをする人、はい、イラストを描く人、あと本もデザインする人、著者さんを含めて全員で一つ一つ本を編んでいくっていう発想をしているので、はい、本を編んでいます。はいはい、編むっていうんですね。そうです、はいはい、福田さんのフェイスブック見ると、はい、いろんな著者さんとこう、あ、はい、ずらーっと並んでるじゃないですか。はい、プロデュースみたいな感じなんですかね。そうですね、そうですね、7割から8割の方が初めて本を書く人、はい、あ、そうですか。あとうちでリピートしていく人、へえ、はい、もちろん、他社さんとかいろんなところで有名な方ともやりますけれども、はい、基本的に新人さんを扱
買わせていただくことが多いですね。あ、そうなんですね、はいはい、そもそもはなんで出版関係に、ですね、子供の頃、はい、まあ、やっぱり本が好きだったのもありますけれども、はいはいはい、それこそもう毎日ファーブルか、はい、シートンか、はい、ルパンを読んでました、はい、あ、そうなんですね、はい、もうだから知的な、知的な感じですね。あの、春になるとやっぱり虫が出てくるので、はい、ファーブル読んで、明日もうどっか行こうって、もう勝手に一人でどっか行っちゃってる感じですね、はい、で、あとなんかたまたま八ヶ岳に、はい、親父が小さな声を持ったので、はい、そうするとやっぱり鳥とか動物とかに触れる機会が多いじゃないですか。なるほど。そうすると、シートンも読んで、はい、あ、なんか狼いないかなとかね、いろんなことを思いながら、はい、うん、そして冬が来るとあの生き物がいなくなるので、はい、ルパンを読んで、ルパンで、これはあのルパン三世ではなくてですね、はい、怪盗アルセーヌ・ルパンの方を読んでですね。あ、なるほどですね、はい、そしてもうなんかなんだろうな、なんかこうヨーロッパの古城とか、はい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 、ああいうのをもう空想してるのが大好きですよね。あ、うん、でいろんなある時ルパン三世じゃないですか、ルパンの本を読んで、はい、翻訳者によって本が違うことに気がついて、はい、あ、そうなんですね。そうです。なんかもうすごい難しい人とすごい簡単な人がいたりとか、あとすごく面白い人がいたり、すごく読みにくい人がいたりっていうのがあって、あ、なんか本をなんか作るって面白いなって思って、それもすごい本が好きで、そこからあとはもうだんだん、ね、年齢を重ねていくと雑誌を見始めて、はい、あ、雑誌とか作りたいなとか、うん、いろんなことを思うようになって、なるほどなるほど、そしてやっぱりもう本当小さい頃から編集者になりたいなとか、はいはいはい、思ってましたね。ああ、そうなんですね、はい、じゃあもうそのままですか、大学出て編集関係の会社に行って、ですね、バブル期だったので、はい、ほんの一瞬ですけど外資系に、あ、そうなんですね、もう本当にあのバブルの流行りとともに外資系にちょろっと行って、はい、でやっぱりその外資系でもすごい、優先退職者制度とかに、はい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 、あの年収1年間上げるから、はい、好きなことをやるためにやめていいよっていう制度があって、すごい制度ですね。これじゃ考えられないですけどね。ふと気がついたらこれ使わない手がないじゃないですか、はい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 、だから1年間もらってゆっくり仕事、はい、好きなことやろうと思って、なるほどなるほど、やっぱりそしたらで、ね、本当はその時に編集者かカメラマンか、カメラ、はい、カメラもすごい好きやった、ね、ああなるほどなるほど、 でもやっぱりあのカメラってやっぱ目があんまり良くないんで、はい、大変かなと思って、うん、いろいろ考えて、はい、編集者になろうと思って、うん、出版社に行きました、ね、ああそうなんですね、はい、じゃあもう出版業界も何年ぐらいになるんですか、四半世紀はいます。そうですか。長いですよ。なるほどですね、はい、で今はなんでこうわざとこうスタートアップじゃないですけど、あ、初めての人向けっていうのは、なんでしょうね、やっぱり一緒にプロデュースしていくっていうのが楽しいです、はい、その人をブランディングしていく、あ、世に出たいと思ったり、はい、何か訴えたいことがあって本を書くわけですよね、はいはい、そしたらばその人も一緒にブランディングをして、はい、もちろん、今だと SNS があったりとか、いろんなことでブランディングってしてきますけども、はい、昔は SNS とかなかったので、はいはい、本を作ることで出版でブランディング、メディアに入れる、あ、なるほどなるほど、っていうのが一つの流れが作りたくて、はいはいはい、でその人のビジネスがやっぱり大きくなっていくとともに一緒に本をこう作り上げていくっていう、もうそれはいろんな本をですねこう、はい、編んでいくっていうのがね、はいはいはい、やっぱり楽しかった。へえ、それはもう、向こうの方から書きたいっていうのが来るんです、それともこう発掘していく、発掘していく方が好きでしたけども、はい、まあ、ありがたいことに年を重ねるごとに、はい、あの向こうからのオファーもたくさん来るようになったので、うん、あと、ずっとそうですね、もう本当に10年とか、はい、まあ、僕のテーマがやっぱり、5年愛される本、はい、5年愛される本、そして10年愛される本へっていうことがテーマなので、はい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 、10年以上やっぱりお付き合いする著者さんが圧倒的に多いので、あ、もうそろそろリピートになるので、なるほどなるほど、でどうしてもマンパワー的に、はい、1年間に10冊とか一番作ってる時で、10冊ですか、1年間に、はいはい、一番作ってる時期、本当にこれは若かりし頃は30冊ぐらい作ったんですよ。でも死んじゃうんですね。いや、想像しただけですごそうです。これはね、正直言って何だかよく分かんなくなってきちゃうんで、はい、マンパワー的にやっぱり無理なので、はい、そのリピートの方を含め新しい人も含め、はい、こうやってると
最近はどうしても新しい、本当に新しい人ってなかなか手を出せなくなりつつあるんですけども、はい、自分から発掘するという意味では手を出せなくなるんですが、やはり紹介とか来ていただいた中ではやっぱりいいなと思ったら、はい、どうしてもやりたいですし。なるほどなるほど、はい、その採用基準ってどういう感じでやってくださったのか。もちろんそのいい本っていろんな意味でいい本っていっぱいあるんですけど、はい、自分が高校の時とか、はい、同級生に、はいはい、が何か困った時に、はい、俺その本作ったから、はい、これいいよって宣伝できる。なんか福田から電話かかってくると、はい、本買えってなるけど、はい、これ買ってどうすんのみたいなんじゃなくて、やっぱりその友達とかに、あ、友達が何か例えば相続で困ってたらば、はい、あ、相続登記の本作ったからこれ読んでみればって渡せる本、はいはい、それが僕の基準であり、もともとそれが基準だったんですけども、はい、やっぱり自分がこれを愛せる本っていうのが、はい、自分がやっぱり初めての最初の読者なので、はい、その本を愛せた上で、うん、そうすれば絶対にみんなも欲しいだろうなって思ってもらえる、はい、そこが基準ですね。あ、でそれに対してその著者さんが、はい、まあ、データベース化されてるわけでも何でもないですけど、はい、僕の感覚的にクリアしてくれるもの、はい、あとはやっぱり会社の方向性とかもありますから、はい、その時代時代によって、うん、やっぱりそのここを強化したいとか、はいはい、今ここはやらなくていいよねとかっていう、そのマンパワーでいいんですね、どうしてもあるので、うん、そこはいろいろあります、加味しちゃいますけども、やっぱ感覚的なもので合う合わないってやっぱり大きいです。福田さん自身がこうワクワクするものとか、ね、基準ということです ね、うんうん、ですね。結構偶然にも多分福田さんが担当された著者さんと、はい、絡み多いですね。絡みが多くですね何名か出ている方もいらっしゃる形なんですけどなんか分かんないですけど、自分から見ると教科書みたいな、うん、誰もが分かる系のがなんか多いのかなと思って、うんうん、やっぱり野球をやってて、はい、今だったら、昔だったらカーブとシュートと、まあ、せいぜい頑張ってフォーク、はいはいはい、だから今ツーシームだとか、まあ、いろんな球種がありました、はい、だけどやっぱりどんなピッチャーだって名投手は直球投げるんですよ、はい、直球がキャッチャーのミットに構えたときに投げてたら、はい、もうそれで打たれたらキャッチャーのミスですよね。なるほど。ピッチャーのミスではないですよ。なるほど、そうですね。キャッチャーのミスリードですよ。はいはいはい。でもそれぐらいちゃんとした走る直球が投げられなかったら、はい、やっぱり僕は、その人のビジネスは不安になるので、うん、なので基本はその人には、はい、その人のやってるビジネスの延長上にある教科書ですね。なるほどなるほど。まずは、はい、やっぱ教科書の方が戦略的に売りやすいとかもあるんですか。そういうわけでもないですか。それはケースバイケースですけど、売りやすいはないとは言えないです、はい、あ、ただ、あまりにざっくばらんで、例えば時計の教科書って言って時計の使い方って誰も多分読まないですよね、はいはいはい、みたいなもん。よりそれよりはこんな時計があってとかコレクションを集めた方が楽しかったりとか、はい、古い時計を集めたりとか、なるほどですね、それもしくは、それをこうやって分解して、はい、こうやって直す見るんだよとか直すんだよっていう方が面白かったりとか、はい、それは分野によって違いますけども、教科書っていうのは売りやすいのは、まあ、大きく言えば売りやすいです。ああ、そうなんですね、うん、まあそうですね、取っかかりとして手に取りやすさはすごいありますもんね。でも例えば瓦の作り方って言って買ってくれる人は少ないと思うんですねほぼいないでしょう ね、だけど世界中の素敵な瓦を集めたり素敵な瓦の工房を集めたら、ね、それ欲しくなる人は、はいはいはい、まあ、僕はもうタイルオタクなんで、はい、そうですね、福田さんタイル、そうなんですよね、オタクというかもう趣味が全部なんかもうすごいこうだからアジアで行って、はい、もう現場でこのレンガ1個ちょうだいって言ったら、実はそれ持ってけみたいな、うん、すげえミャンマーのレンガとかね、はい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 、集めたりとかもしてますけど、やっぱそういうのってね、本当ごくわずかな人しかいないと思うんですけど、はい、ただやっぱり、ただ美術的なとかいろんな意味でタイルで絵がついてたりとか、うん、綺麗だったらば、はい、それがこんなところで買えます、こんな工房で作ってますとかいうのがあったらば、もしかしたら売れるかなって。なるほどなるほど、うん、確かにそうですよね。屋根とか瓦ってあんま関係ないですけど、うん、例えばシーサーとか、うん、瓦の文様とか集めたものとかだったら、うん、結構いくかもしれないですし、いくかもしれないですし、あとそのなんだろうな、建造物、日本で言ったらば、はい、奈良のお寺とか京都のお寺とかによっても、はいはい、その瓦が時代によって多少違うじゃないですか。そういうのとかっていうのも、歴史とかそういう意味でも面白いかもしれないです、はい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 、
でもその瓦を作りたいと思う人はいないわけですね。そうですね、そうですね。そこまでの熱意の方はあんまりいないですよね。はい、あと瓦のね、その屋根の吹き方とか言って、はいはいはい、それはあんまり任せるかみたいなね、はい、そうですね、だと思いますね。はいはい、なるほどですね。こう売っていく戦略っていうのはもう、じゃあ基本的にはその著者さん次第でこういろいろ変えていく。もちろんそうですね、基本的に著者さんと相談して、やっぱ著者さんと一緒にみんなで編んだ本なので、うん、やっぱりただその、関係したスタッフ全員で売るっていうことももちろんしますけども、はい、基本的にはその僕と著者さん、はい、いわゆるうちの会社と著者さんで売っていくっていうのが僕のスタンスではあります、うん、なるほど、なるほど。どういう時が何ですかね、大変で、かつなんかこう、まあ全部が全部大変でしょうけども。そうですね、はい、大変、大変は全部は大変なんですけど、はい、その全部が大変だけど楽しいからやってるわけで、はいはいはい、そのどこにいても本を編みたいですし、うん、著者さんを探したいですし、あ、結局こう人のドラマというかそういうのがこう興味があるっていう感じですね。ドラマというよりもその人がやってる、はい、ことの凄さ、あ、なぜっていうやっぱりところが、はい、その例えばこうやって YouTube とかね、はい、動画を撮ってみて、うん、動画って今カメラがいいから、はい、何でもあれで撮れちゃうじゃないですか、はいはいはい、だけどこの動画すげえなって思う動画って、はい、本当にそのね数分に何時間もかけてたりとか、うん、なるべく動画1本撮ったらば、そんなに時間かけないで編集してあげちゃいたいですけど、ね、はい、アップしちゃいたい、だけど本当にすごい人たちってすっごい時間かけてるじゃないですか。見たいですね、うん、もう YouTube あの、うん、奥越えの人たちは奥越えとかそうですよね、うん、あとそのプロモーションビデオだって、じゃあスタジオで1回弾いて歌って、はい、じゃあ PV できましたってわけじゃないじゃないですか、うん、そうですよね。でしかも、何パターンも撮ってこれ採用しようってなるって、はい、そんなにみたいなね、それぐらいやって、はい、でもそのテクニックもわからないわけじゃないですか、はい、かっこいいなと思っても、うん、どうやってやるのかなみたいな、うん、で僕らこうカメラ置いてるだけじゃないですか、はい、そうですね、全然違うわけじゃないですか、はい、そこに舞台演出以上の、ね、何かがあったりとか、うん、本当映画並みのものがあったりとかする、はい、あとそのテレビの対談見てたりその動画が流れても、はい、なんだろうこの人たちみたいなね、はいはい、すごいな、この絵がすごい、話してることもすごいけど、ね、絵がすごいなとか思った時に、はい、じゃあ YouTube のそういうのを作ってる人から、はい、そういうネタをもらって本作りたいなって思ってるから、自分がやってる方、ね、株もそうですけど、はい、株買って上がって上がったところで売れば儲かる、はい、当たり前の話ですけども、うん、そしたらみんな億万長者になれるんですよ。あ、確かにそうですね。でもみんな、ね、やってる人も全員がやってるわけじゃないし、はい、やってる人のうちの8割が負けるわけですよ。なるほど、そうですよね。考えたら、はい、なんで勝ってる人がいるの、うんうん、じゃあその人のノウハウは何、なるほどなるほど、それを分かるように伝えられないのって、それで占いでやってますって言ったらダメですけど、はい、まあそれなりのノウハウがあるはずですね。そう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 、それをやっぱりね欲しいし、で僕はゴルフをやるんで、ゴルフだったら、はい、うん、いろんなタイガー・ウッズとかね、うん、石川遼君とか、はい、いろんな人の動画を見たりとか、うん、あとはハウツー本もやっぱり、はい、こうもうそれこそねゴルフの教科書って言われてるもうなんかずっとあって、あ、その通りまずはやってみる、もう はい、どうにもならないくだらない話もいっぱいあるんですけど、はい、でもそれを読んで、はい、みんながそれを逆に言うとゴルフ場に行って、うん、あれ最初始めた頃はね、はい、これを読んだよねとか言いながら話したりとかして、はい、ゴルフするのも楽しいし、なるほどなるほど、その人のやってるすごい技が一般の人に少しでも伝わったら面白いなっていうのが面白いですね、うん、そして結構やってる本人は普通に思ってることとかが、うん、他の知らない人が見たら結構すごいことって、そうそうそう、多分仕事のルーチンとしてやってるわけだから普通のことなんですよね、はいはい、うん、いやでもそういうの大事ですよね、うん、まあ、ちょっと関係ないかもしれないですけど、やっぱ沖縄の伝統工芸とか、うん、どんどんなくなっていくものばっかりなんですよ、うんうん、琉球和紙とか琉球畳とかも、うん、沖縄の人も全然知らないみたいな、うんうん、でも実は300年間無農薬ですよとか、うんうんうん、当たり前になっちゃってますよ、うんうんうん、そういう形でプロデュースしてあげないとなかなかこう世には出ないしっていうところもあって、うん、だって琉球料理だって、はい、琉球料理の専門店に行ったら食べれるけれども普通に行ったら食べれないくらいやっちゃうじゃないですか、はい、でもそれが普通に昔はあったわけじゃないですか、はい、で観光地なんですから普通にそれがもっとあっていいですよね、はい、って思う部分があるわけですよ、うん、でそれも例えば、
おそばにしても、はい、この地域、この地域、まあ、この村っていうか、はい、その範囲で味が違うっていうのはもっと普通にそれがいっぱいあっていいと思うんですけども、はい、やっぱりそんな、メディアの関係もありますけど、有名なお店だけが使われちゃったりとかするので、はいはいはい、淘汰されていっちゃうのもありますけど、うん、なんかそういうのも文化としてもっと残した方がいいと思いますし、はい、そうですよね、うん、はい、でもあれですね、もうじゃあもう自分はもう何ですかね、あんまり仕事が続かなかったタイプなんで、あれだって次これ、次これ、次これっていう形だったんで、なんでこんな一本がずっと続くって結構珍しいような気がするんですけど。なんでしょうね、まあ、やっぱり本が好きでした、紙の本がね、はい、紙の本が好きだったし、はい、あと衝撃的だったのは、神保町の、まあ、はい、ネットとかでいろんな古本が売られるようになりましたけども、はい、昔はそんなのがなかったので、はい、神保町とか東京だったら神保町に古本屋さん、古書店街があって、はい、そこに自分が作った本が並んだ時、あ、捨てらんなかったんだと思って、あ、そういう感じなんですね、なるほどなるほど。それは多分980円の雑誌だったんですけど、はい、それが6冊ぐらいまとめてセットで売られたんです。はあ、え、これをセットで買う人がいるんだと思って、もしいなかったら、はい、俺買っちゃおうかなみたいな。ああ、もうちょっと我が子みたいな感じな感覚なんですね、はい、だって雑誌なら読み終わったら捨てちゃっていいじゃないですか。あ、確かにそうですよね、うん、でもそれをまとめて、古本屋さんに持ってきた人がいて、はい、それを一冊一冊売るんじゃなくて、古本屋さんもセットで揃えてくださいって売ってるっていうのは、はい、ちょっと感動しました、ね。ああ、うん、そうなんですね、うん、昔と今でこう変わっていった価値観とかってあるんですか？ありますよ、もうやっぱりそのなんだろうな、本の作り方 も、はい、もうスピードが勝負になる時代もあれば、 あとはがっつり、うん、それこそ辞典のように作った方がいい時代もあれば、はい、あ、まあ、分野ももちろんありますけど、はい、そのあと白黒だったのが2色になったりカラーになったりいろんなバリエーションが増えたりとか、そういうなんだろうな、やっぱり流行り廃りっていうわけではないですけども、うん、やっぱり時代があって、はい、それを先導してたのが雑誌だったんですよね。ああ、そうなんですね、うん、雑誌がやっぱりその何だろうな、イタリアンボーグとかがね、はい、その春にイタリアンボーグっていう文字を黄色ですっごい黄色で書いてやってきて、はい、でその1ヶ月後の日本の雑誌が、はい、今年の夏は黄色だって言ったら、はい、夏に仕込む黄色のカバーにしようかなとかね、なんか、あ、そうなんですね、そんなことも考えたり、ね、へえ、まあ、それがウエイトは占めませんけど、はいはいはい、ちょっと頭の片隅に置いたりとかはしてましたね、はいはいはい、そういう時代時代っていうのもあるし、はい、流行りしたり含めてニーズ、やっぱりだん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 、なんていうの、一時期は漫画しか誰も読んでくれなかった時期があって、あ、その後スマホとかが出てきたり、はい、ゲームが出てきて、はい、それ漫画すらも読まなくなった、はい、けども漫画は紙では読まなくなった、場所も取るし、うんうんうん、いろんな意味で読まなくなったけども、今度電子書籍になったらまた読む人が増えたとか、はいはいはい、いろんなその時代があったので、そうですね、うん、やっぱ電子書籍ってこれからどんどん伸びていくような感じなんですかね。伸びていくとは思いますけど、はい、まあ、圧倒的に、ね、それぐん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 いくと思いますけども、はい、日本人はやっぱり所有するっていうのが好きなので、あ、コレクションが好きなので、紙というものもそれなりには残っていくと、はい、まだまだまだ思います。なるほどなるほど。あの CD が レコードが CD に変わった時、はい、それが、ダウンロードに変わった時よりは緩やかかなと。ああ、そうです、そうです。まあ、緩やかという電子書籍がグーッと上がりますけど、はい、書籍はだからグーじゃなくて書籍も緩やかに減っていくという、まあ、あ、加速度的にこれとひ、ね、はい、ギューギューじゃなくてやっぱりゆっくりになるかな。なるほどなるほど。と思います。あんまり電子化したからって言って、あ、電子化もあるのはありますよ、もちろん。ああ、そうですか、うん、そうですか。だけどやっぱり僕は紙が好きですね。ああ、うん、まあそうですよね、なんか読んでる感じがあんまりしないところもありますよね。あとなんか、自分の端末に本が3冊入ってるっていうのと、はい、で旅に行くと身軽でいいんですけど、はい、やっぱ3冊持ってきたっていうのと、うん、からも読もう、でもここに入ってるからいつか読もう、いや変わっちゃう。それこそ積読じゃない、積読だったら積読でもかっこよかったんですけど、はい、ここにどん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 ストックされても、はい、過去のことはほとんど読まないですね。あ、うん、忘れちゃうと。なるほどですね、うん、はい、ちょっとお時間尽きないところなんですけど、一旦ちょっと CM 入らせていただきまして、はい、また後半戦お話をお伺いしますので、よろしくお願いします。ゲージ同
車の時代、ギガマンドイビンドー、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、ギガヤッシャイビンドー、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー、長浜モーター。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816 897-4816。 優しい塗装と書いて U 塗装工業。見積もり無料でやってます。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。はい、河原職員のヒーローにインタビューの時間です。本日は、福田さんにお越しいただいてるんですけども、人生の転機じゃないですけど、転機、こう自分のターニングポイントになった出来事とかってあったりしますか。もうそうですね、たまたま割と、はい、若くして雑誌とかをやらせていただいた時があって、はい、その時に、もう未だに足を向けて寝ることができませんが、はい、10年間ご一緒させていただいた、有名なカメラマンの方がいらっしゃいまして、写真家ですね、はい、もうその方と出会ってなかったら今の私はないでしょうね。あ、ぜひ聞きたいです。どういう方だった。もう全てをだから教わりました。はで、まあ、僕のメンターが2人いるんですけど、はい、その男性のカメラマンと女性のカメラマンなんですが、はい、両方カメラマンさんなんですか、ね、はい、写真雑誌やってたんで。ああ、そういうことですか、はい、で共に有名な活躍されて、大活躍で日本トップですけども、はい、男性の方の方からは本当に、人間として生きること、はい、仕事をすること、はい、その2つの全てを教わりましたね。はあ、まず人として生きろと、はい、普通にただ仕事なんかこうなんですか、名刺交換して仕事したっていう、はい、そうじゃなくて、人に気を使って全てのことを配慮した上で仕事をしろと。プロデュース的な仕事をしたいんだったら、はい、全てのことに配慮できる人間になりなさいと。それはつまりそれが本当の人間という姿なんだと、うん、だからみんな多くの人たち人間ではなくて、はい、ただグイグイ仕事してるだけで、はい、もっと人間らしい仕事をしなさいっていうことを教わり、そして人としてこうこの仕事をしなさいという人間になる、はい、そして今度一個一個の仕事に対してこういうことをいろいろ情熱とか感情とかっていうのをその仕事によってやっぱり常に情熱がマックスなわけじゃなくて、うん、やっぱりその喜怒哀楽があって、まあね、はい、波があるわけだから、それをもっと盛り込めるようにしなさいと。はあ、意図的にっていうことですか。自分がだから嬉しかったら嬉しい本を作ればいいし、はい、落ち込んだら落ち込んでる本を作ったら落ち込んでる人の気持ちが分かるわけですよ。ああ、なるほどなるほど。どん底にいたら、どん底にいてハッピーな本作れないですよ、なかなか。ああ、まあそうですよね。で、ハッピーな時にどん底の本作っても結構薄い本作る。はいはいはい、はい、でもそこのところをちゃんと自分で理解して次に進みなさい、うん、っていうことを教わったのと、もう一人の女性のカメラマンの人には、人に対して優しくするとか何かしてあげるっていうことで、みんな何かしてあげたらば、はい、じゃあ俺が困った時に何かしてくれるよねって、はいはい、自分がしてあげたことは覚えてるわけです。なるほどなるほど。してもらったことって意外と覚えてないです。ああ、そういえばあっ
ったけどなぁなんて軽く見ちゃう、はいはいはい、そうじゃなくてやっぱりしてあげたことなんてどうでもよくて、はい、してもらったことだけを覚えておけた。なるほどなるほど、してもらったことだけを、ああなるほどですね、はい、だから例えば仮に西島さんのことを僕は助けました、はい、でもそんなことどうでもよくて、はい、西島さんが何か僕がそれこそ本当に財布を落としたときに100円貸してくれた、はい、そのことだけを一生覚えておこうって感じです。でも西島さんはそれは福田さんが助けてくれたから助けたんだよって言われるかもしれない、でも僕にとっては、はい、いやそんなどうでもよくて西島さんが100円くれたことがいやで助かったっていうことを覚えておく、いい人間関係ですよね。その人に対する優しさとか思いやりとかって何だろうっていうことをこういうもんなんだよって教えてくれた、はい、だからここはこの2人の人は、もちろんブログや自分のオフィシャルサイトもいっぱい書いてますけども、はい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 、本当にあのなんて言うんでしょうね、尊敬してやまないと言ったらもうこの人、うん、はい、愛してやまないと言ったらこの人みたいな、こうツートップですよね、はいはいはい、もうメンターと言われる意味では。そうなんですね、はい、でもカメラ撮る時もそういう意識があるかないかでやっぱり全然変わってきそうですよね。まあいろんなねタイプの人がいてやっぱりこう、はい、俺が撮ってんだからいいぞっていう人もいれば、はい、すごくいいねいいねいいねって盛り上げる人もいれば、はい、いろんなことがありますけども、でもやっぱりあのそんなんじゃなくて普通にすね、普通にスッと入れるっていうのはやっぱりすごいと思いますし、はいはい、いろんな、まあ、撮り方があってそれはね、はい、仕事の仕方なんでいいと思うんですけど、やっぱりその一つの仕事にも対してもそう、スタッフにとってもそうだし相手ともやっぱり優しさとか思いやりってやっぱりどこの場においても大事ですし、はい、うんうん、本当そうですよね、うん、と思って、その人たちと出会ってからは、はい、そのことをやっぱりでもね若い頃たまたま出会わせていただいたので、はい、やっぱりとんがってますし、はい、生意気ですし、はい、それをあそうなんだなと思いながら一生懸命一生懸命一生懸命やりながらなんとか、でもそれがなかったら多分どっかでも潰れてますね、うん、それなんとか今生き延びてる、はいはい、だからもちろん今だにたまにお会いさせていただきますけれども、はい、その時にお生きてたかとか元気って聞かれたらば、はい、あの今こんなことしてますってああそうって終わっちゃうんですけども、はい、でも本当になんだろうな、割とどこへでも物おじせずに緊張せずに出てくるんですけども、はい、その二人の前だけは汗だらだらのガチガチです。すべてを見透かされた上での、もう出会ってから20年以上経っても、はい、未だに、もう緊張感。例えばその人にお会いするのに、今日ここにね来てるからで、ただ出入りしちゃってると、はい、そしたら僕は一日待ってます。いつでもいいですって、でお客さんがやっぱりいっぱい来てれば、まあ、最後でいいですってずっと待ってます。たった5分話すために、はい、僕はその日1日はオフです。はすごいですね。分かる。でもそれも僕なりのその人へのリスペクトであり、うん、はいはいはい、何かできることって言ったら、まあ、うん、そういった意味での気遣いっていうことかと思ってます、はいはい、なるほどですね。でも多分どんな仕事も多分自分もですけど、すぐ仕事を飽きてしまう傾向がやっぱ自分もあって、うん、やっぱり今はようやく続いてるっていう感じですけど、やっぱりそういうなんかやりがいとか、なんかそういうのがないと、やってる方もなんかこう、限界というか、うん、なんでやってんだろうみたいな感じになっちゃいますよね。あと沖縄だと、はい、まあ、沖縄とかあっちの地方が大好きなんで、はいはい、あの一つ思うのは沖縄から発信するとか、はい、沖縄の中で完結できるっていう、はい、内地とはちょっと違う楽しみ方ができるかもしれない。ああ、そういうとどういう、ビジネスだったらば、はい、なぜか沖縄とかで、はい、沖縄のあの周りの島とかを含めて、はい、で成り立つように考えるじゃないですか、はい、別に東京進出をまず考えるんじゃなくて、はい、沖縄の中で完結できますよね。そうです ね、 割とね、ほとんどそういう発想だと思いますね。だからそのなんか、サロン作りましたって言っても、はい、じゃあ次は宮古にとか、はい、次は石垣にとか、そうですね、なんかそんなに頑張るんだったら宮古に出すお金を考えたら大阪出してもいいんじゃないとか、いや本当そうなんですよね、うん、と思っても全然なんかみんな地元大好きじゃないですか、はい、あとその沖縄からそのさっきの話の文化とかも、はい、その沖縄からこう沖縄の中で発信してて沖縄の中で関係するじゃないですか、はい、でもなんかそれを今度は、東京でも、はい、大阪でも福岡でも、うん、そういうところになんかメディアとして発信する楽しみっていうのができてくる気がします。僕らは沖縄に向けて発信しようっていうのないわけですよ。
なるほどなるほど。大阪に向けて発信しようってないわけですよ、はいはいはい、あくまでも常に東京、まあ、東京にいるずうずうしさがあって、はい、それは全国に投げるって感じですけども、うん、沖縄の人ってその2つの楽しみ方ができると思うので、はい、なんかそれは今後の若い人たちにとっては一つのバネになるかなって感じますね。いやでもそれはあると思いますね。沖縄でもやっぱりそのまあ、僕も生まれは東京なので、うんうんうん、聞いてる人がしたら何言ってんだみたいな話かもしれないですけどやっぱり沖縄でずっと育った人と一回ちょっと出て帰ってきた人で、うん、やっぱ感覚全然違うなっていうのをすごい感じますし、うんうんうん、結構やっぱ外から見たらすごい沖縄宝じゃないのみたいなところをこそ沖縄の人が知らないことってめちゃめちゃあるなと思うので、うんうん、不思議なことに沖縄の人って、はい、帰るならみんな沖縄に帰りますね。そうなんですよね。それはいいことだ、はいはいはい、うん。地元は本当に大好きね、うん。で、その、なんだろうな、すごい観光も当然進んでるでしょうし、はい、自然とかいろんな意味でその、うんね、なくなってってるのかもしれないけれども、はい、やっぱり、宮古なら宮古で、宮古ブルーの海がまだあり、はい、っていうのも大切さをみんな分かってるでしょうし、はい、その地元愛っていうのは、はい、とても大切なことなので、はい、それも一つのバネになるでしょうし、うん、東京に住んでて東京に生まれて江戸っ子だって僕も江戸っ子なんですけど、はい、でも東京はありますけど、はい、もう変わっていく波ってしょうがないですよね。これそうですよね、うん、僕も国分寺生まれなんですけど、うん、遊んだ川もなければもう友達ん家とかも全部住宅になっちゃって、うんうんうん、なんかもう愛着がこう湧きようがないみたいな感じが愛を持ってたとしても、はい、もう仕方がないことですよね、はいはいはい、だからその沖縄ってまだ守れるものもあるし、はい、開発しなきゃいけない、ね、もちろんその守ってるだけではどうにもならないと思うんで、はい、いい意味で進化しなきゃいけないと思うんで、はい、そのまだ両方が共存してるんで、はい、すごいなんだかこれからの意味では発信するっていうか、うん、いろんな意味でワクワクできると思うんで、はい、すごいあの、まあ、小さな島じゃなくて、はい、やっぱり大きな文化が残ってるので、はいはいはい、そこはすごく魅力を感じるから、はい、逆に羨ましいです。あそうですか、うんまあ、確かに面白いですね。単純にこう出会う人出会う人は結構コアな人が多いなと思う。みんな勝手なことやってて、はい、それありって思いながらどうなのそんなのと思いながら、でもみんなちゃんと成り立ってるみたいな、はい、そうですね、そうですね。不思議な世界ですよね。不思議な世界ですね、うんうん、あとちょっと触れておきたいんですけども、はい、あの八ヶ岳でやられて、はいはい、まあこれはビジネスとはちょっと関係ない、はい、ところだと思うんですけど、はい、あの子供たちを集めての活動を、はい、ちょっとなんか紹介していただけたら、はい、戸沢財団という財団を、はい、うちの著者さんの方と一緒にですやってるんですが、はい、そこで養護施設の子供たちをメインに、はい、我々はサポートしてるんです。で、いろんな意味でサポートをし、子供たちにその戸沢まさみさんという作詞家がいて、はい、ジャニーズ関係の作詞家なんです、ね、あ、そうなんですね。なので、印税がある程度入ってきます。でも子供がいらっしゃらなかった、はい、なので、震災の時に、うん、きっと子供たちが大変だったよねってなって、はい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 、じゃあ子供たちを救いたいねってなって、たまたまその時にもう嫁行くばっかという時だったので、はい、じゃあ戸沢さんの遺産で財団を作って、はい、それを守っていこうということになりました、はいはいはい、で、最初は分からないからいろんなことをに寄付をしたりしてたんですけども、はい、なんかどうなんだろうっていう話がいっぱい来て、じゃあ自分たちだけでやろうって言って、はい、たまたまその理事長がミャンマーでお仕事をしているので、ミャンマーの子どもたちを救おう、はい、そして日本では、はい、これもたまたま養護施設の子たちと絡んでみたらば、うん、養護施設の子たちを救おうっていう気持ちに僕たちがなった、はい、なので、養護施設に通ってた。それは、お会いした時にお話ししましたけども、はい、やっぱりタイガーマスクになりたかった。あプロレスラーが大好きだったね、はい、アントニオ猪木さん大好きだったんで、はい、プロレスラーになりたかっただけどとてもじゃないけど藤波辰爾さん、佐山悟さんが出てきて、はい、まあ、タイガーマスクですね、うん、出てきて、とてもじゃないけどすげえなって、はい、見てる方が楽しいなってなって、うん、じゃあタイガーマスクってもう佐山悟さんがあれだけやって、はい、その後いろんなタイガーマスクがね、うん、まあ、出てきて失敗に終わったりだってなった時に、あ、もうなんかダメだなって思ってて、はい、まあ、別に大人になって、で普通にやってる時に、あ、ふとタイガーマスクを思い出して、はい、養護施設に、そうだ、ランドセルを届けようって。なるほど、なるほど。まあ、ランドセルはいらないですよって話して、はい、このご時世、はい、一生懸命通って、はい、なんかできないかなと思ってるうちに、僕が、八ヶ岳の小屋を相続があって、相続したんですね。はい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 、で使い道があまりなかったので、はい、あ、そうだ、そこで親父が昔八ヶ岳で塾をやりたいって、うん、
大学で教鞭取ってた人なので、あ、そうですか、そこで夏の塾とかやりたかった、はい、消化損塾やりたいって言ってたんで、おお、すごい意識ですね、はい、で、はい、まあ、そういったら話違えちゃうんですけど、出版塾も消化損塾を、はい、のようなスタイルでやりたくてやったんです。あ、そうなんですね。みんなが参加型で、あ、で、その、じゃ消化損塾を、はい、じゃ養護施設でやろうってなって、はい、じゃ八ヶ岳に来て、で、まあさすがにね、消化損塾といっても養護施設の子たちのいろんな意見を取り入れるってなかなか難しいので、こちらで作ったプログラムをどんどんやってもらおうって、いろんなことで、もう山に登ることもあれば、その8ミリファームっていう名前を呼んでるんですけど、はい、そこでみんなで土木作業をしたりとか、はいはいはい、みんなで絵を描いてみたりとか、はいはい、みんなでピザ焼いたりとか、はい、もう本当にその年その年によっていろんなテーマを作るんですけど、あと星を見に行こうと思って、昼間その星の専門家を呼んで、はい、部屋の中真っ暗にしてプラネタリウム作って、うん、今日の夜見える星っていうのをやって、あ、面白いですね、夜本当にあれがあれだよねってやるとか、いろんなプログラムを作ってその子どもたちと絡んでいく、うん、でその子どもたちが、本当幼稚園生の子から高校3年生ぐらいまで、まあ、18歳まで来るんですけども、はいはい、その中でできるだけ毎年何回か絡みたい、うん、そうすればその子たちが18歳で養護施設を卒業しなきゃいけないときに、はい、就職するのか専門学校行くのか大学行くのか、じゃあ相談に乗ってあげたいな。ああ、なるほど。でもちろん、年に1人や2人で、はい、別にこれ限定してるわけじゃないんですけども、はい、大学の、ね、支援をしたりとか、はい、で今正直言うと奨学金ではたくさんあるので、なるほど、大学の、受験料じゃないですか、大学の授業料に関しては支援した子もいますけども、はい、今は充実してきてそれが僕らの負担ではなくなったので、はい、逆にそうなんですね、あのこの養護施設を出て一人暮らしをするので、はい、そのアパート代を出してあげるとか、いろんなことで補助してあげる。すごいいいプログラムというか、あれですね、そうですね、子供たちにとってはすごい宝物になりそうな時間ですよね。だから年に1回必ず、はい、お盆におじいちゃん家に帰りますよね、おばあちゃん家に帰りますよね、はい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 、的なノリ で、うん、で僕らはその合間にできるだけ養護施設に1回か2回は通って、はいはいはい、行くとか、あと例えば養護施設に行ったら俺なんかボルダリングやりてんだよなとか言って、一緒にボルダリングやろうぜって言って呼んで、ボルダリングを今度、はい、たまたま僕は新宿でボルダリングやってるんで、ああ、そうなんですね、で、そこでね、はい、ホームがあるんでそこでみんな呼んで、はい、ちょっと融通聞かせてもらって、やらせてもらったりとかしてとかっていうのもやってますし、いろんななんかこうリクエストがあればあのイベントにもをやってあげたりとかして、なるほどなるほど、うん、いやでもなんかこう養護施設の子ってやっぱまあいろいろ、まあ、いろんな抱えてるものがあるわけじゃないですか、そこをやろうって思ったこのハードルはこんなんですよ。いや、そうですよね。じゃあ八ヶ岳自然教室からおいでって募集してかかってくる子どもたちと比べたら難しさはこんなんですよ。いや、そうですよね。でも、なんでしょうね、マザー・テレサ、僕ボランティアの時に、はい、ボランティア、なんで俺がやるのって、はい、なんでそんな人のために時間使うのって、まだ全然やりたいこといっぱいあるんですけど、はいはいはい、みたいな思ったんですけど、やってるうちにすごい、あ、なんかこんな、なんか美味しいもの食べたり楽しいもの見たり、はい、例えば映画を見ようと思ったらば、東京にいたら時間ちょっとは作って映画見に行けちゃうし、はい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 、あのお店美味しいんだってって聞いたら行ってみてえなって思ったら、別になんか5年かけて行くんじゃなくて普通に行けるじゃないですか、はい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 、ってことに気がついた時に、あ、なんかこんなにあぐらをかいてちゃいけないと思って、そのことには感謝しなきゃいけないんだなって、はい、感謝はしてたつもりですけども、はい、つもりであって感謝してないなって、はい、でそれはきっといろんな、例えば先輩、いまだにね、その先輩って言うけど先輩がご馳走してくれる、あ、それを別に後輩にしてやってるってそんなんじゃなくて、はい、もっとそんなんじゃない愛の与え方、はいはいはい、与え方なんていうとこれも上からなんですけど、はい、でもやっぱりその人が受け入れるか受け入れないかわからないので、僕は与えるだけなんですよ、はいはいはい、愛してあげてるんじゃなくて、はい、愛を与えてみたいんです、なるほど、注いでみたいんです、はあ、でもそれを子供たちが受け入れるか受け入れないか自由なんです、はいはいはい、でそれを返してくるか返してくるかも自由なんです、うん、で子供なんで、ね、あの愛を注いだり愛を与えたりすれば、はい、勝手に受け止めてそれを別に返してくることもなく、はい、その愛に満たされて成長する子もいればいらないよって弾く子もいる、うん、それは自由で、はい、ただ惜しみなく愛を注いでみたいなと思って、はい、で見返りを求めない愛、はい、これを僕はボランティアをやって教わった。はあ、本当にマザー・テレサのような、ね、すごい発想ですね。ね、マザー・テレサってやっぱり全ての本を読みましたけども、はい、やっぱりすごい人で、はあ、あの本当にね、はい、これから極論から言ったらすごい偉い人と、はい、
寄付金の話をしなきゃいけない、大統領とか、ああ、なるほど。だけど、そこに、そこに人が倒れたら、そんなことよりも今この人を救うことが大事だ。いやそれはすごいですね。まずは違うよって誰かが言ったら、何が違うのって、この人の命と、ね、これから来る5億円とどっちが大切って、この人の命は値段では買えないわよ、その5億円は5億円でしかないのよって。かっこいいですね。マザー・テレサは財団が大きくなった時に、あまりに自分ではなくて、お金の寄付金、お金がどれだけロンダリングするかっていうことだけにみんなが動き始めた時に、解散しましょうって、原点に戻ればいいで、私が一人いれば私も目の前の人を救えますって、お金があればいろんなことができるかもしれないけど、それ以上のしがらみができる、であるならば、私は目の前の人を救いたいところから修道院を作った、それをローマ法に認められてちゃんと作りました、それと同じことを繰り返していればいいんだけど、だからお金はいりませんと、言い切れるところはやっぱりすごい、かっこいいですね。でもそういうのってやっぱりなんかこう、僕らはそんな心境もちろんないですけども、やっぱり、少しでもそこに近づきたいと思うほどのことも考えられない、やっぱりただ単純に今思うのは、子供たちが一人でも多く笑顔になってくれたら、もしかしたら未来はあるかなと思うわけですね。あと、その海外にも行ってます。海外に行って、なんかわけわかんない日本人たまに来てる、悪いやつじゃねえなとかね、そしたらその時にやっぱり日の丸とか富士山とか日本とか、こんにちはさようならとか覚えててくれたら、そんな国といがみ合うことはないでしょう、っていうのが僕らの発想ですね。そうですか。日本の子たちにもよくわからないけど一生懸命やってくれる人がいたって、もしも思ってくれたらば、その子たちはいじめとか、その子供たちに何かするとか、そういうことはしない、少しでも人が増えるから、何かそういうふうに一緒に未来に子供たちが役立ってほしいなって、子供たちの、僕らは少しでもいいけども大したことはできませんが、未来の扉を開けてあげたい、その未来の扉を開けた子供たちがまたその先で何かできたらいいなっていうのが僕たちの願いですね。なるほどですね。もうちょうど昨日台湾の方とお会いしてたんですけど、やっぱり台湾は、僕はまだなかなか行ったことないんですけど、やっぱ昔、まあ一緒に戦ったりとかした時に、まあいろんな国から占領を受けたけど、やっぱり日本の統治下にあった時の恩義っていうのがやっぱまだ根強くあるみたいな話をすごいされてたので、そういうのはありますよね。ありますよね。で、知り合いも台湾に行っていろいろやったりもしてるんですけど、台湾の方々に対する恩義に対して日本もやっぱり返せるようなのではないし、この返したことに僕は返してくる、これが永遠に平和っていうものを生んでいくと思うので、そうですよね、まあ、助け友達ですよね、助け合う、例えば転んだら助けてあげるのが当たり前だって、転んだら助けてくるのが当たり前だって、これが、何かしてあげてるんじゃなくて当たり前になっていくっていうのが、やっぱり国際社会でも起きたら面白いなっていう、そうですよね、国同士でね、起きたら面白いなってやっぱり思うんですし、3.11 の時の献金もその台湾が一番出したじゃないですか、そうですね、でそのお返しであのサッカーの大会とかで日本がこうありがとう台湾みたいな、美しいですよね、ですね、やっぱりその沖縄もそうですし、その、やっぱり内地とはちょっと違う事情をいろいろ抱えてますけれども、いろんな意味でそんなものはみんなが理解し合って、一つは日本として頑張っていけるような何かができていくと、いやそうですね、でもそのためにはある意味ハンドイハンド、手と手を結び合うことですし、あとは笑顔しかないかなっていう、しかめ面し合ってもやっぱり平和とかの中で何も生まれないですし、沖縄は特にいろいろありますからね、本当にそういった意味では僕は、ね、悲しいかな、やっぱり僕らがどう頑張ってもどうにもならないものだから、だったら少しでも一人でも多くの子供たちが、この先何かしてくれるだろう、子供たちがそういうふうになったらいいなと思って、今その理事長と一緒にやってますね。そうですか。ちょっとお時間もうだいぶ迫ってきてはいるんですけど、ちょっとだいぶ逸れてしまったんですけど、ちょっとこの番組ですね、いつも最後急遽振る質問っていうのがありまして、福田さんにとってその出版とは何でしょうっていう質問なんですけど、ですね、ちょっと某番組のパクリみたいな感じもありますけど一つには、JD
これが僕の JD JD ですね、はい、ジャパンドリームです。あアメリカンドリームみたいな壮大なものではないかもしれませんが、はい、ジャパンドリーム、夢を掴んでほしい、はい、でもそれジャパンドリームって言ったらば、僕も別にジャパンドリームを掴んでる人間ではないですし、はい、成功者は何もない、一回もないので、うん、JD、JD、自分のドリームです、はい、あ自分の夢を実現してほしいし、自分の夢を加速させるために出版を使ってほしいんだけど、はいはい、それはよくあの PV、あと PB、プライベートブランドですね、はい、よく、ダイエーさんとか、あ、ごめんなさい、スーパーさんとか、ね、はい、デパートさんがやりますね、PB、はい、それはプライベートブランドじゃなくて、それはパブリッシングブランド、はい、出版ブランディングなんです。はいはい、それに使ってほしい。自分のプライベートブランドですよね、プライベート自分のブランディングもあって、それはが PB であり、はい、そしてパブリッシングブランド PB であり、はい、それを出版ブランディングで加速させる、うん、そして JD、はい、自分の夢、ジャパンドリームまでいけたらいいな、はい、でもあ、まあ、多くの人はいけないと思いますけども、でも自分の夢を掴むこと、はい、その成功したかしないかなんてどうでもいいじゃないですか。うん、自分の夢を描いて人生が描けたら、はい、お金がなかろうとお金があろうと、はい、名誉があろうとなかろうと、何が幸せかは自分が決めればいいです、はい、成功っていうのは他人が決めるかもしれない、うん、西島成功したよなとか、西島大したことねえよなって自由かもしれない、はい、でも自分が満足した人生にガタガタ言われたくないですから、はい、確かにそうです、うん、だから僕は PB と JD、 これを考えてくれるのが、はい、僕の中では出版だと思います。なるほどですね。もうなんかもう全体的にあれですよね、人の夢を応援したりとか、うん、成長を応援するのがそもそもなんか、そうですね、福田さんの幸せみたいな感じを感じますよね、なんか聞いてると。表に出た方は自分が本書いたり、はい、自分が何かパフォーマンスする人になったりすればいいんですけど、はい、編集者っていう道を選ぶっていうのは裏方なので、はい、やっぱりその人たちが僕がハンドリングして何か本が売れたとか、少しそれがブランディングに加速した、はい、で、それをあえて感謝してくれたりする言葉を聞いた時に、本当にって思って、はい、でそれが結構自分でお風呂に入ながら、うん、よくやったなって、それが嬉しかったです。すいません、よろしくお願いします。それが一番なんか、やってて楽しいですし、はい、もうちょっと本ができた時ってすごい嬉しいんですけど、はい、その人の人生とか夢とか、はい、仕事とかが加速すると、来たなって思います。なるほどですね、うん、それはちょっと、まあ、お話し尽きないところもあるんですけども、はい、お時間になってしまいましたので、はい、はい、それでは本日のゲストさんは、株式会社ソーテック社、編集部長の福田紀夫さんにお越しいただきました、はい、福田さんありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ沖縄でいろいろ話して、はい、ぜひぜひ、はい。広い